今日は日本を震撼させた怨霊菅原の道真ね。菅原の道真公をお祭りする神社といえば天満宮とか天満神社とか菅原神社ですよね。受験の神様、勉強の神様というイメージが強いんですが、なんで怨霊なのか、天満宮とは何や、いやそもそも菅原の道真公なんで神様になったんやというお話をさせていただきたいと思います。菅原道真公っていうのはいいとこの子だったというのは、確実だそうなんですけれども、まあ、生まれながらにしてスポーツ万能、歌も歌えた。歌っていうのは和歌の方ですね。ちっちゃい時から才能抜群やったということでございます。でそれが大人になってもずっとその調子なので天才と言われていた。そしてそのまま役人になるんですね。ずっと出世街道を上り詰めていくと。でどこまで行ったかっていうと日本の官僚ナンバー2まで上り詰めるんですね。いよいよそこまで行った時に羨ましがられて妬みを買ってしまったわけですね。その藤原さんっていう方がですね、いやちょっと天皇陛下聞いてくださいよと、菅原の道真あいつやばいですよとあることないこと吹き込んだと。そしたらそれを信じた時の天皇はですね左遷してしまうんですね。でそれがどこにって言ったら九州福岡県で今の太宰府でございます。太宰府という場所はですね昔、まあ、半島大陸との貿易とか政治とかというようなのの最前線の役所なんですね。で半島大陸というのは最新の情報を持ってきてくれるところですから出世なんちゃうと思いがちなんですけれども、なんせ都からはめちゃくちゃ離れておりますから割と追いやられるポストなんですね。でそこに菅原道真公も左遷させられてしまうと。今やったら新幹線飛行機つながってますけれども、当時はもう行ったら多分帰ってこうへんやろなと。で菅原道真公何にも悪いことしてへんからってこう悔しいまんまの気持ちで行くんですね。そして太宰府に到着して都帰りたいな帰りたいな帰りたいなという思いで過ごすわけです。でそのまま亡くなってしまうわけですね。これはもうどれだけ悔しかったかと。その頃都では菅原の道真公亡くなったらしいでっていう話はあるわけですよね。そしたら不穏なことがいっぱい起こるんですね。なんと都に雷が落ち始めるんです。バチンバチンと。さらに皇居内に落ち始めるんですね。しかも被害が出てしまうと。これが誰に出たかというと菅原道真公を追いやった一派とかね、その親族の人たちに雷が直接落ちたりとかしてバンバン人亡くなっていくと。時の天皇はですねそれを目の前でご覧になられてしまって、それでそれがショックでなんと崩御してしまうというところまで行くんですね。これやばいでと。皇居に落ちる、しかも菅原道真公を追いやった方たちにダイレクトに落ちるってことで、これは菅原道真公の怨霊だという話になるんですね。で雷バンバン落ちるわけですけれども、落ちんかったところが一箇所あったそうです。その地名が桑原っつうそうですね。僕ら今ね雷がゴロゴロゴロってなったら桑原桑原って言うでしょ。そこにあやかろうとして雷落ちませんようにっていう同じ意味で桑原桑原って使うんですよ。まあ、諸説ありまして菅原道真公の分家がいくつかあって、その一つに桑原家という親戚がいたそうですね。そこにだけ落ちなかったという話もあります。で何を佐々木はそんなもう迷信みたいなこと言うんやと思いでしょう。いや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 、今も京都の方たちは怨霊としても恐れている。京都の御所すぐ南に桑原っていう地名が残ってるんですよ。そこ人住んでない、道路歩道その一角だけが桑原町っていう町名がまだ残ってるんですね。人住んでないのよ。もうなくせばいいじゃないですか。それを未だに残してるっていうことは京都の人たちがどれだけ菅原道真公の力を恐れてるかっていうことなんですね。でここで菅原道真公は雷の神様になっちゃったんじゃないかと言われるようになります。貧乏神、
たたり神とかね、日本はですね人知を超えた存在になると神になるわけでございまして、まあそんな菅原道真公を朝廷がですねしっかりとカバーしてですね、すいませんでしたと、誤解で左遷しちゃいました、もうちょっと本当に機嫌直してくださいということで神様としてお祭りするということですね。それで北野天満宮というお社が建つと。なので北野天満宮はこう菅原道真公を祀る神社として総本社と言われております。これ宮古川ですね。太宰府の方ではですね、お亡くなりになる前にですね言い残してたことがあったと。思うところがあって遺骨は京都に返さないでほしい。牛に遺体を引かせとどまったところに葬ってくれ。で亡くなられて、で菅原道真公のご遺体をですね牛に引かせて運ばせてたと。牛が動かなくなっちゃうんですね。周りの人たちがどう考えたかっていうと、なるほどと、菅原道真公ここがいいって言ってるんやわっていうことですね。そこにお墓を作ってですね、神様としてお祭りされるようになったと。それが今の太宰府天満宮でございます。じゃあ天満宮って何かっていうところでございますけれども、菅原道真公が神様になった時に与えられた名前っていうのが天満大自在天神っていう名前やったわけですよ。なので菅原道真公をお祭りする神社は天満神社とか天満神社という風になりました。そして別の回でもお伝えしましたけれども、実在した方が神様になったりとか、そういった時には、宮というのをつけるという話でしたね。例えば東照社、東を照らす徳川家康公も東照社でしたけど、まあ後から宮になって東照宮になる。だから天満宮といえば菅原道真公が祀られているということがわかるわけでございます。で天神さんと言われるようになるんです。天神といえばいろんなところで言われてますし、今となってはですね天神イコール菅原道真公と思ってらっしゃる方多いと思うんですけれども、違うんですね。菅原道真公が生まれる前から天神さんというのはありましたし、天の神様なんですね。これ雨降らしてくれる、雷もそう、風もそう、天気の関係は全部天神さん、天の神様という括りなんですね。でその神様を祀る神社を天神社と言ってお祭りしていた。そんな中菅原道真公が亡くなった後、怨霊として雷を落としてくる。あ、これは菅原道真公天神さんグループになって神様になったんやなということで、菅原道真公も天神さんというようになった。祀られた当初はですね、もちろんですけれども雷の神様天神さんとしてお祭りされてるわけですよ。いわゆる農業の神様としてお祭りされてるんですね。違う回でも言いましたけど、稲妻なんて言ってね、稲が育つには大事な要素でございますから。あとは和歌を読むのが本当にお上手だったんで、芸術の神様としての側面もあります。またはですね、スポーツ万能だったんで、まあ、勝負の神さんとかね、そういう意味合いも強かっただろうと。そんなこんなで天神さん、菅原道真公天神さんとしてお祭りされていたんですね。でここで一つポイントになってくるのが、菅原道真公をお祭りされている神社行くとですね、マークとして多いのが梅のマーク。なんで梅のマークかっつうことなんですね。菅原道真公は京都にお住まいだった頃にいろんな植物を植えてたんですけれども、まあ一番可愛がってたのが梅やったそうですね。で菅原道真公が左遷されて太宰府天満宮に送られます。庭に植えてた植物がポンポンポンと抜けて追いかけてくる。残りの植物はね、菅原道真公にたどり着く前に落ちちゃうんですね、いろんなところに。そこにも伝承が残ってたりとかしますけど、最終的に梅だけがたどり着くんですね。で菅原道真公は梅飛んできて、それ飛び梅って言うんですけど、梅お前めっちゃ可愛いやんってことで、大層その京都から飛んできた梅を可愛がったっつう話があって、それが今でも太宰府天満宮の社殿の前に植わってんのが飛び梅って言って、京都から飛んできた梅やと言われてますけど、そんなこんなで神社のマークが梅になったんですね。そして時代が明治になります。官僚を雇わないとダメですね、日本の国として大きくなるために。国が経営する大学に入れて日本の国のために頑張ってくださいというふうになります。4月から新年度が始まりますから、受験シーズンというのが2月になりますね。ちょっと待ってよと、その2月頃に咲く花というのがありますね。
ここで梅になってくるんですね。受験シーズン2月です。どっかに、お願い行って合格できますようにと言いたいですね。そんな時期に境内で花が咲く神社といえば菅原道真公を祀ってる神社や、で菅原道真公といえば文武両道、昔から天才と言われた人で官僚になって上り詰めた人やんということで、ここで初めて受験の神様になるんです。まあ、こうやって話を皆さんにお伝えすると、なんとなくなんで受験の神様になったのか、元は誰だったのかというのが、まあ、伝わったかなと思います。まあ、都から船に乗ってね、大阪湾出て瀬戸内海というような感じで、旅をしていく。でその途中で昔大阪のあたりも結構海だったんですね。で島がポツポツ、今で言うとちょっとこう丘になってるところは昔島やった。で菅原道真公が船で、行きますから、結構早いやん、もう淡路島なんあれって間違えたところがあって、今大阪のそれ淡路という地名が残ってますね。全然淡路島じゃなかったんですけど、菅原道真公が間違えたから淡路という地名が残ってたり、あとは左遷させられてるとはいえ、地元の人からしたら偉い人来たっていうのでね、地べたで寝かすわけにいかへんって言って漁師さんたちが綱をね集めてきて引いたから綱式天神とかね、いろいろそういう菅原道真公が立ち寄った場所とか休んだ場所、それぞれに逸話が残ったり神社が建ってるというような流れでございます。このようにこのチャンネルでは、神社参拝にまつわる豆知識または開運情報などをお伝えしております。ご興味ある方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。